こんにちは木和弘です令和4年5月1日、今日はメーディアの日日曜日、えー、ショートメッセージの757号をお送りしますで、えー。今日お話しするのはこの都電の話なんですが、その前に、えー、明日5月2日の夜の6時半から18時30分から19時30分まで、えー、トークライブをやります。またお時間がある方、ぜひご覧ください。 えーまああのー、いろんなご意見とかありましたら事前にあのメールとかいただければ、えー、最初にお答えしますもちろんあの途中でチャットでいただいても全然構いません、えーまあ、あのしばらくやってなくてですねあのやんないんですかなんていう声もいただいたもんで、えー、ちょっとやることにいたしましたでさて、えー、今日お話しするのはこの後ろの、えー、都電です、えー、これは町屋駅前、えー、都電荒川線、まあ、あの通称東京桜トラムと。 ということでですね。まあ桜がたくさん咲いているところを走る電車です。えー、で、私が <laughs> あのとての写真を撮り始めたのは中学校一年生ぐらいもうどん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 お亡くなってったあ時です。で、えー、まああの乗り始めたのはですね、えー。まあ小学校より前からですね。あのというのは、えー、新宿に あのうちの祖父母が住んでたもんで、ですね、えー、そこへ,へ行くのに、まあ、ですから親に手を引かれてですけども、も行ったのが始まりで、でえーまあ、昔はもうともかく、今の地下鉄もと以上に、都電の路線が走ってましたから、まあ、そういう意味ではあの、どこ行くのにも都電でした。 でえーまあ、私は自動車、あのバスが苦手で,です、ねえー、車用意したもんで、えーまあ、あの都電に乗ったことが多かったと記憶しています。で、その頃の都電というのは、一番主流は6000系、えー、ですね。あの一番最後まで保存車で残って、えー、と今もあの荒川遊園のところに置いてあるのかな。あのー まあその6000系というも極めてポピュラーな車で、えー、非常によく似た車があの秋田市電とかあるいはあのー、高知の土佐電鉄とかですねあの行ってましたねで、えー、この、まあ、6000系中心だったんですけどあんまりまああの古い 形だったんで好きじゃなくて、えー、私にとっては8000系という電車これはあのすごい直線的な車なんですけどもこれは格好よくてですねあの好きでした、えー、ただし子供の時から覚えてるのは8000系でものすごい乗り心地の悪い車だったんですね。 えーまあ、要はもう都電が全廃になるという前提で、えー、とりあえず走ればいいという感じで作ったもんでです、ねあので、ー、本当、地響き立てるような音を出してあの走ってました、でもまあかっこよかったんで、子どもとしてはまあそっちの方が、えー、なんかあの関心があって、えー、好きでしたね、なんかあの子どもの頃ろ、8000系の絵描いたような記憶があります。都、えーまあ、都電はまあそのの後です、ねえーまあ、東京都内の 道路の混雑とか、まあ、いろいろありまして、えー、どんどん減らされて、この荒川線だけがあの残っていると、えー、昔でいうと27系統、32系統の一部だったかな、なんかそんな感じだったと思いますけども、まあ、ちょっと間違いかもしれません、えー、ここだけ残った理由というのは、昔の王子電車という施設だったもので、ですねあの専用軌道が多いというか、まあ、ほとんど専用軌道なんですね。えー、ということが、まあ、残った理由だと。 まあ今は非常にですね、お客さんたくさん乗っていつ飲んでも乗っても混んでますからそれだけ地域の足として使われているということですね。でまあ、路面電車って本当にですね、乗降するのに階段も何もほんのちょっとしたスロープで上がれますから、まあ、乗りやすいということで今まあ地方でも結構見直しが行われてて、まあ、新たに あの宇都宮なんかでも作るとかですね、えー、ちょっとずつですけども、新しい路線もできたりしていると、都電もなんかあれ、途中から分岐させて池袋行くという話はあれどうなったんですかね、ちょっとなんかそんな話あった記憶もあるんですけど、忘れちゃいました。で、この荒川線はまあ写真撮るところも結構ありますし、まあ、よく行くんですけども、本当にこの小さな電車とですね、 えー、それからあの、シャンシャイン60とか、ああいうビルなんかが一緒に写真入ったりして、えー、結構本当に面白い、えー、ところです、まあ下。下町なんでね、町も面白いしろい、えーまあ、し、もし東京以外の方で、えー、あんまり来られたことない方は、来られたらちょっと見ていただくことを期待をします。えーまあ、あのそんなところで、私も路面電車って最初のことあんまりやってなかったんですけども。 まあ,あの地方施設どんどんなくなっちゃってですね、えー、路面電車の方まで手を出さざるを得なくなったというかあのそれなりにやっぱり面白いなって感じるようになって、えー、最近は時々取っているということでございます、えー、今日はあ東京都電のお話全く個人的な話ですがいたしました、えー、今日もありがとうございました